皆さん、こんにちは。ですね、Windows XP モード、インストールし、完了して、今、再起動、完了しましたね。スタートメニューの方に、Windows Virtual PC という項目ができました。これを、これですね、XP モード。さて、起動したいと思います。はい。Windows XP モードのセットアップ。許諾契約書。一つの複製を。一つのライセンス、一台のコンピューターにおいて一台のバーチャルマシンにインストールしよう、アクセス表示実行できるということで、一度に一台のワークステーションコンピューターにて2台を超えるプロセッサーによる使用はできません。はい、ゼオンとか使えないとかですね。同意しますね。はい、パスワードは強制ですか。はい、これですね、セットアップの開始。初回使用のために Windows XP モードをセットアップしていますということで、はい、インストールが完了しました、はい、フル画面にするともちろん 1600×900 のフル画面で Windows XP が、はい、起動しますね、はい、ということで、これでね、完了したいと思いますね。Windows XP Professional バージョン2002サービスパック3 Windows XP モードですね、使用者764940M OEM ですね。何でしょうか、 DSP 版でも組んであるんですかね。コンピューター Intel Core i7 CPU 9720 1.60GHz、 512MB RAM、 物理アドレス拡張ですが、
じゃあ、まあ、1個ですね、CPU は。これでもできますね。あ、これだったあれになるんか。ということで、あら。メディアプレイヤーが、9ですね。9ですね。はい。終了がね、できないんですね。ログオフのみなんですね。まあ、そういうとこが特徴であります。先ほど言いましたが、このように、ローカルのね、ハードディスクのものができるんですね。アクセスできましたね。というわけなんですね。まあ、これが Windows XP モードの特徴であります。はい。では、快適な Windows XP ライフを、ね、送ってください。終わります。